劇団の制作部で一緒に働いたことがある若者3人が3人展を企画しました。良さそうでしょ。うん、そうだね。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。どうぞご覧ください。実は三人展を企画しているんですが。画廊の使用条件をお知りになりたいんですね。そうです。皆さん絵をお描きになるんですね。いえ、絵はこちらが絵描きのモロさんで、こちらが詩人のカマさんです。で、私は音楽を描いたりオブジェを作ったり。三人展というのはどんな？モロさんの作品にカマさんが詩を書き、それに私が曲を書いたりオブジェを作ったりして、それを展示するんです。で、どんな作品なんです？こんなんですが。ああ、油のタブローじゃないんですか。ええ、ダメですか。うちでは難しいですね。こちらの画廊に合わない。ええ、ちょっと集客が難しいかな。どうでした、あそこ。まあ、なもんだろう。そうなんですか。うん。かまちゃんは？僕よくわからないよ。こんにちは。こんにちは。はい。画廊探しですか？そうです。どんな風になってるんですか？基本、企画展です。いや、場所貸しもできますよ。まあ、条件がありますが。条件はどんなものですか？まず、作風がうちに合っているかどうか、作品を見てからになります。販売や案内状作成などもありますが、こんなような作品なんですが、これ、売れないでしょう。で、他の人たちの作品は？こちらのモロさんの作品に、こちらの鎌田くんが詩を書いて、それに私が曲を書いたものを総合的に展示するんです。非常に実験的というよりも冒険的な危険な企画ですな。そうです。実験的な新しい試みなんです。うちは、手堅い画廊なので、冒険はあまりしません。だこの絵、あの花とネギ坊主？変ですか。昔のカップヌードルの CM、原始人編。なんだい。じゃあオタクの作品は？これから搬入するんだけど、あれさ。なんだ。
自分のこそ逆立ちして練馬大根じゃないか。うん、うん、分かるものには分かる、分からん気には分からん。こんなもの買うやついるの？君、いるんだ。これと同じシリーズ、すでに購入希望者がいるんだ。ああ、そう。俺は搬出作業に忙しいんだ。どいてくれ。すげえ。帰ろう。え？はい。三人展は行われなかったけれど、彼らが集まった時は想像の中の三人展について熱く語り合うのでした。Thank you.